少年とロボットっていうその異文化コミュニケーションによって、まあその奇妙な友情が生まれてくるっていうところと、まあその大企業あるあるっていう製品を作った初心とその世界への影響に対するまあその権力争い、世界とつながるっていうことばかりがやっぱりその先行されてたっていう、本当の友達というよりもフォロワーとかフレンドとかそっちを集めるためのまあツールになってたっていう。はい、ジョーダイです。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日はロン、僕のポンコツボットです。ロックスミスアニメーションというところの、第1弾、長編アニメーション作品みたいで、まあ、いろんなところを経由した結果、20世紀スタジオで作ったというか、まあ、それになって、でそれがまあディズニー傘下だから、まあ、ディズニー配給でまあ出されたというもので、なので一見ちょっとディズニーアニメっぽい風な感じで出てきてるんですけど、実際はディズニー作品ではないという、見た感じですね、まあ、イルミネーションっぽいかなという風な感じもあるかなと思います。一応話としては、まあ、バブル社っていう、まあ、アップルみたいなのがあって、まあ、それが作った B ボットっていう、まあ、ロボットみたいなのがあって、まあ、それがまあ、スマホとかパソコンとか、まあ、スマートウォッチとか、まあ、そういったものが全部一つになって、まあ、それがまあずっとペットみたいについてきてくれるみたいな、感じになってるっていう、まあ、いわゆるまあそのスマートペットみたいなものになってると。で、まあ、世界中で1億台販売されたというふうな感じになってて、まあ、そういうふうにまあ誰もがその B ボットっていうものを持ち始めたんだけど、だけど主人公は貧乏でそれが買えなくて自分だけ持ってないっていうような、まあ、そういった状態になってて、 まあ、それでお父さんと、まあ、ばあちゃんがなんとかその B ボットを買おうと思ったんだけど、まあ、それがまあ3ヶ月待ちになってて、今すぐ買えないなと思ってたところで、まあ、それで帰ろうとしたらその、まあ、不良品の回収してるまあ業者みたいなのがあって、まあ、それにまあ B ボットのまあ不良品みたいなのがあって、まあ、それをまあ裏で購入してっていう、まあ、それをバーニーに与えたというような感じになってて、まあ、ようやくその B ボットを手に入れたんだけど、その B ボットがまあぶっ壊れてるっていう、まあ、初期不良みたいな感じでネットに繋がらないから、まあ、いろんなアプリとか入れられないし、まあ、そのいわゆるそのマッポンコスロボットの、ロンっていう名前つけるんですけど、そのロンと貧乏人で、まあ、友達がいないバーニーっていうのとゼロからその友情っていうものをまあ育んでいくっていう、まあプロットだけ見ると、まあ、あるあるっちゃあるあるのまあ内容なんですよね。まあ、お父さんとばあちゃんっていうのもそのまあ時代の流れっていうのにまあちゃんと乗れてないというか、まあ、ずっとそのまあ昔ながらのまあ存在であるっていうことがあるんで、まあ、ちょっとそのリメンバーミーっぽいところがあって、まあ、そのリメンバーミーほどその毒親っぽい感じはないんですけど、昔からずっとこれでやってきて、これがで大丈夫だから、このやり方で合ってるんだっていうような、まあ、言い方をするみたいな感じですね。まあ、それと、まあ、そのバーニーのその学校生活っていうもののそのギャップっていうか、まあ、それにまあバーニーが苦しんでるっていうような感じがあるんですよね。その中でまあそのローンっていうものを手に入れていくんですけど、まあ、異文化コミュニケーションっていうか、E.T. とかターミネーターとかのび太の恐竜みたいな感じですね。まあ、そういった感じでゼロからそのコミュニケーションをスタートさせていって、その友情を育んでいくみたいな感じですね。 B ボットっていうもの自体がその友達を作ろうとか、まあ、世界中とつながるためのツールとして、まあ、あったわけで、その B ボットとしてのちゃんと役割を果たしてほしいから、その友達は何かということをゼロから伝えていくっていうふうに、まあ、そんな風にやっていくんですけど、その友達は何かっていうことをこのロンに教えていく中で、そのバーニー自体その友達関係というか友達自体がいなくて、友情とは何かっていうことを彼自身がちゃんと体感してやってるっていうんじゃなくて、友情とはこうあるべきだっていうことを、まあ、一つ一つまあ言語化していくっていうような感じになってて、まあ、それをまあポストイットに書いてずっと壁に貼っていって、マインドマップみたいな感じにして、まあ、見せていくんですよね。そういうふうに、まあ、友情とは友達とはこうあるべきだっていうものを、まあ、教え込んでいくんだけど、まあ、だけど、まあ、その友情とか親友とかっていうものに対してやっぱりその言語化できない何かっていうか、まあまあ、人付き合いでもやっぱりそのフィーリングとかそういったものがあって、言語化したものをちゃんと体現していこうと、まあ、2人でやっていくんだけど、だけどその中でその言語化できないものっていうものを2人が体感していって、その友情をまあ深め合っていって、まあ、話が進んでいくみたいな、まあ、そんな感じの、話になってましたね。まあ、いわゆるその、まあ、その E.T. ターミネーターのび太の恐竜みたいな感じの話があって、で子供が SNS っていうものにどっぷり浸かることがどういった影響があるのかとか、そういった、まあ、悪影響とかも、まあ、見せながら、大企業あるあるですね、その B ボットというものがもう世界中に普及する、そのアップルがその iPhone を世界中に普及させてるみたいな感じで、その製品を作ったその初心
というか、どういう思いでこの製品を作ったのかということで、その製品が世界中に渡ることによって企業がでかくなっていくことによって、その世界中に対するその影響力っていうものをどう使っていくのかっていう、その大企業あるあるっていうものも映画の中で含まれながら、ロンとバーニーという、その2人によって、世界がどんどんその左右されていくみたいな、そういった感じになってますね。ということで、ここから先は中盤以降の話とかも含むので、ネタバレありで話をしていきます。で、ラストですね、バブル社本社に乗り込んでいって、サーバールームに入っていくっていうところ、そこの感じが完全にマトリックスっぽいなっていうのは思うんですけど、そこの後そのロンがやることっていうのが、マトリックスリローデッドでそのネオが救世主としてやるべきことっていうのを、今回やったんだなっていうのがあって、マトリックスっていうのはその救世主プログラムっていうのも、その機械がその人間とは何かっていうこと、それはその救世主プログラムというものに全部集約させて、その人間のデータっていうものを取り入れて、またマトリックスを再起動させるっていうような感じになってるんですね。それと一緒で、もともと B ボットっていうもの自体には、その使用者とその、友情を育む相棒みたいなものになるっていうことを、目的に作ってたはずなんだけど、そうはならなかったというか、その友情というかそういったプログラムっていうのがなんか抜けてたのか、意図的に外されてたのかは分かんないんですけど、もともとその、B ボットに入れるべきだったものが入ってないっていう、本来その作りたかったものっていうものが、そのロンとバーニーの間にはできてて、ロンの中にあるその友情っていう、そのソースコードみたいなのがあって、それを全ての B ボットに流し込んでいくっていう、これなんか本当にこうマトリックスリローデッドで、本来機械側がやろうとしてたことなのかなって、思うんですよね。もともとそのロンを取り戻そうと思って、そのサーバールームまで忍び込んでいったんだけど、だけど実際それで、ロンっていうもの自体は消滅してしまうんですよね。もともとその、使用者とB ボットの間で友情関係ができるっていうこと、それを目的として作られてたものなんだけど、だけどそれが抜け落ちてたものが今ようやく完成するっていう風になってて、それプラス B ボットっていうのはその世界中とつながるための、ツールでもあるっていうことで、今までは逆転してたんですよね。その B ボットっていうものは、ほぼ道具みたいなものであって、話しかけたりとかできるんだけど、だけどほぼ道具みたいなもので、よりその世界とつながるっていうことばかりがやっぱりその先行されてたっていう、その本当の友達というよりも、そのネット上のフォロワーとかフレンドとかそっちを集めるっていうための、ツールになってたっていう、その本末転倒なところがあって、だけどそれを修正して、その使用者と B ボットの間で、友情が生まれるようになっていくっていう。で、そのバーニーにとって、そのローンっていうのは消滅するんだけど、だけどその昔友達だったんだけど、だけど疎遠になってた友達っていうのが、もう一回ちゃんと友情を取り戻すっていうような感じになってて、その B ボットイコールその友達作りっていうものの、その基本に立ち返るっていう、そんな風になってるのかなと。2時間ないぐらいの映画なんですけど、ちょっと展開としていろいろ詰め込んだかなっていうところもあったかなと思うんですよね。ないがしろにされてるところとかもあって、そのローンを一回返却しないといけないってなった時に、警備員とかから逃げてる時に身代わりにするんですよね、他の、B ボットをですね。それがスクラップにされるんですよね。それいいのっていう、ところもあって、子供がやったことだからそこまでは考えてなかったとか、そういったリアリティを出そうとしたのかもしれないのか分かんないんですけど、ラストですね、本社 の, そのサーバールームで全部ロン の, そのデータをまき散らした後ですね、結構当たり前のように出ていけたっていうのも、それはなんかどうなんだろうなとか、思いながらですね、少年とロボットっていうその異文化コミュニケーションによって、その奇妙な友情が生まれてくるっていうところと、その大企業あるあるっていう製品を作った初心と、その会社がでかくなっていくことによるその世界への影響に対する、その権力争いみたいなものっていう、一つの物語にしたっていうのはすごく良かったなと思うし、ここは結構良かったなと思うのは、やっぱその大人の描写っていうか、その子育てあるあるではあるんですけど、バーニーに対して何すればいいのかっていうのがちょっと分かんないというか、その時代についていけないっていう部分もあるし、時代についていけないっていう部分もあるし、バーニー自身が何を求めてるのか、何に困ってるのかっていうことが分かってないというか、その善意の押し付けみたいな感じになってるっていうところもあって、プラス学校ですね、こういった子供にはこうするのが正しい、マニュアルみたいなものがあって、カリキュラムをなんかこうこなすだけのものになっているというか、その友達のいない子供にはこういうふうに接するんだ、こうすべきなんだっていうのがあって、それをただこなしているっていうだけで、本当にその子供のためになっているのかっていうふうなことで、実際になってないというか、余計その子供 の, その立場を悪くしているっていうことに対して、無自覚っていう、そういった感じになってて、
まあ、そういったまあその教育、その無感情でやるその教育っていうものの危機感っていうものもあるし、一人の子供に対してどうすればいいのかっていうことに悩むっていう、まあ、B ボットっていうのもまあその使用者にまあ最適化された存在であるっていうか、行動特性というかその独自のアルゴリズムを築いていくっていうこと、データとしてその人の全てをあの把握しているかのように見えて、まあ、実はそうじゃないっていう、でそれの、 あの分からない部分というかその言語化できない部分っていうのは、まあそのまあ、子育てっていうかそういったあの部分にあのやっぱり潜んでるっていうか、まあ、それぞれがあの補い合えばあのいいものになるんだっていう、まあ、そういったヒントだけはまあ散りばめられてるっていう状態になってるっていう、まあ、それ自体をまあ物語の中で一緒にさせるっていうふうなことはまあ特にしなかったんですけど、そういったまあそのアナログとデジタルっていうその人間関係の中であの欠落した部分もあるし、いい部分もあるっていうような感じで、ただただこの映画の中ではちゃんと示されてるっていうふうにもなってるんですね。であとやっぱりその子供がその、まあ、SNS っていうかそういったまあ端末を持つっていうことのまあ危険性というか、そのローンを介してあのいろんなそのロックとか解除できて、その子供が勝手にあのなんか装備を買ったりとか、私うんちみたいな感じのまあ動画があの世界中で2000万回再生されて、まあ、その動画を使ったあの EDM みたいなまあリミックス曲がなんか作られるとか、その世の中で実際にあることっていうのがまあ起こってたりとか、まあ、うんちガールって言われてる女の子で、まあ、昔は仲良かったんだけど今は疎遠になってる女の子がそのうんちガールの動画を、まあ、実は見てたっていう、全てが正直に把握されてるっていう状態が、それがまあ正しいのかっていうと、まあ、実はそうじゃないっていうような感じになってたり、まあ、そういったまあ部分もまあちゃんとあのしっかり抑えながらですね、まあ、その SNS っていうものを使うっていうことがまあどういうことかっていうこと、今まあやるべきことっていうのはしっかり入ってたかなと思います。で、まあ、最後にあの一番この映画で良かったシーンはですね、そのバーニーとロンがあのまあバーニーのベッドの下であのロンが寝るっていうところがあるんですけど、まあ、それであのバーニーがあの暗闇が怖いみたいなことを言った時に、まあ、停電になるんですよね。まあ、それであのその後でロンがあのゆっくりこう光り出すっていうあのシーンがすごい良くて、そのロンが光るっていうシーンがまあ3回あるんですけど、まあ、3回あったけど結局あの一番最初のあのシーンが一番良かったかなと思います。あの映画の中で一番あの良かったシーンかなと思います。ということでめちゃくちゃ良かったんじゃないかなと思います。ということで、今日は終わろうかなと思います。こんな感じで新作映画を見たらすぐにレビュー動画を出すので、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。でこの度、収益化までの条件の、再生時間4000時間ですね、これを突破したので、あとは、チャンネル登録者数1000人を集めるまでとなったので、チャンネル登録の方ぜひお願いします。でこの後僕短編映画撮ったんですけど、7月に1本撮って、でこの度、2本目が、完成して、11月中のどこかで、アップしようかなと思ってます。それの、まあ、予告編が、30秒間だけ流れるので、この後、お時間ある方は最後まで見ていただければなと思います。ということで終わります。